江戸市大川、長崎県南島原市出身のプロ野球選手、宇藤右内、阪神タイガース所属。南島原市立ジオン寺小学校2年からソフトボールを始める。5歳から中学1年までは空手もやっており、大会で優勝するなど身体能力の高さを見せていた。南島原市立西アリエ中学校時代は、同校の軟式野球部に所属。 海星高校時代には、春夏ともに、阪神甲子園球場での全国大会に出場できなかったこともあり、プロ志望届は提出せず、駒沢大学の法学部法律学科に進学した。2014年4月29日、駒沢大学時代には、1年春からリーグ戦に出場。3年時には、日米大学野球で日本代表入り。四年秋のリーグ戦では、 357と高い打率を記録するとともに、チームの2001年周期以来の26期ぶり優勝、及び1994年以来の勝ち点をによる完全優勝に貢献した。リーグ通算96試合に出場して、打率236、11本類打42打点、16、盗塁という成績を残した。2年春、3年秋、4年秋に、 外野手部門でベストナインを受賞。大学では白崎博之、戸柱春高、今永翔太とチームメイトだった。2014年の NPB ドラフト会議で阪神タイガースから3巡目で指名を受け、契約金6000万円、年俸1000万という条件で入団した。背番号は25。なお、指名後の11月14日から開催された明治神宮大会に、 東都大学野球連盟代表として出場し、決勝戦で2打点を挙げるなどの活躍で、駒沢大学の大会13年振りの優勝に貢献した。2015年には、4月7日の対横浜 DNA ベイスターズ戦において、代打でプロ初安打を記録。4月28日の対東京ヤクルトスワローズ戦に、7番、中堅守として、スタメンに起用されると、 二回裏の第一打席で、成瀬義久から、プロ初本塁打を放った。阪神の新人選手による一軍公式戦での、初本塁打としては、1969年の田淵、高一に次ぐ、球団史上2位の速さで、甲子園で放った事例は2004年の鳥谷隆史、以来であった。一軍公式戦全体では、7月下旬に2試合連続本塁打を放つなど、 通算56試合の出場で5本塁打をマーク。チームのシーズン3位で迎えた読売ジャイアンツとのクライマックスシリーズファーストステージでは全3試合に7番中堅守としてスタメンで起用されると通算で8打数に案1得点を記録した。2016年4月3日の対 DNA 戦での代打でシーズン1号本塁打、次の4月7日の対巨人戦でも 代打で2号本塁打を放った。すると、翌日4月8日の対広島東洋カップ戦で、当期初の公式戦、スタメン2番、中堅手として起用されると、1回裏の第1打席でもソロ本塁打を放ち、3試合にまたがる3打席連続本塁打を達成。さらに、翌日4月9日の同カードでの2番スタメン起用でも、第1打席に、 黒田弘樹からのソロ本塁打で、阪神では2009年のクレイグブラゼル以来、阪神の日本人選手としては新たに就任した一、軍監督、金本智明の現役時代以来の4試合連続本塁打を記録した。この好調差を、金本新監督から高く変われ3番に抜擢されることもあったが、4月下旬から21打席連続、無安打を経験するなど調子を崩し、 5月上旬以校は、1軍と2軍を往復。1軍公式戦では、通算72試合の出場で、打率、209ながら7本塁打を記録した。2017年、前年に続いて1軍と2軍を往復。1軍公式戦では28試合に出場したが、プロ入り後初めて本塁打を放てず、打率も、077にとどまった。レギュラーシーズン2位で臨んだ DNA との、 クライマックスシリーズファーストステージでは、代打や代造で全3試合に出場した。シーズン終了後の周期キャンプ以降は、スイッチヒッターへの転向の視野に、左打ちの練習に取り組んだ。2018年、シーズン前に登録を、右投げ右打ちから、右投了打に変更したが、開幕を控えた3月中旬頃にスイッチヒッターを断念。再び右打ちに洗練した。 シーズンの大半を2軍で過ごし、1軍公式戦では5月12日の対広島戦で自身2年振りの本塁打を放ったが29試合の出場で打率が150と低迷。前年に続いて試合の途中から出場することが多く本塁打もこの1本だけに留まった。ウエスタンリーグの公式戦では開幕から主に1番打者として88試合に 出場し、リーグの規定打席へ到達。打率は、212ながら、リーグ2位の15本塁打、51得点、リーグ3位の25盗塁を記録し、2軍の8年ぶりリーグ優勝、12年振りのファーム、日本選手権制覇に貢献した。ちなみに、15本塁打のうち8本は、初回戦闘打者本塁打であった。 2019年のシーズンは主に守備固めとして49試合に出場した。2020年のシーズンは9月25日に球団で起こった集団感染の球団ルールでの濃厚接触者となったため登録を抹消された。10月9日にウエスタンリーグに実戦復帰をするとフォームをバットを短く持って寝かすフォームに改造しウエスタンリーグで 打率3割3分8輪の成績を収め、11月3日最初を獲した。1軍で45試合出場したがダイソーでの出場が多く、打席数は13打席に止まり0安打であった。高い身体能力を誇り、遠藤120メートルを記録する強権に加え、広い守備範囲は金本智明からは別格と評価され、矢の陽大も、 野人と称するなど、歴代の指導者から高く評価されている。2016年オフに、阪神選手会を代表して出演した、プロ野球ナンバーワン決定戦。バトルスタジアムにおいて、神業キャッチングという競技で優勝したことにより、守備ナンバーワンの称号を得ている。50メートル走5秒8、2類到達7秒0、2類から、 本類到達5秒89などを記録する瞬速と高い走塁、投塁技術も持ち味としている。長崎県の海西高校時代から3割30本30投塁を目指せる右のスラッガーと評価されていた。一方で確実性に課題を残し、掛布正幸からはチームで1、2を争うだけの身体能力がありながらボールと バットが当たらないと評されており、平田勝雄からは、練習だけ見たら3億円プレイヤーという表現で、欠点を指摘された。2017年の周期キャンプからは、その打開策の一環として、監督の金本智明や一軍打撃コーチの片岡、厚志の勧めで、両大挑戦。しかし、2018年のオープン戦序盤まで挑戦を、続けた後、 中盤から再び右打ちに専念した。金本政権時代には3番センターとして固定する計画があったものの2016年以降は先発起用が激減している。祖父が読売ジャイアンツの大ファンで本人も少年時代は松井秀喜、学生時代は長野久義に憧れていた。大賀という名前の由来も土台の しっかりした人間になってほしいという願いが込められた、大とみんなに祝ってもらえるという意味を持つ、がを大工のジップが組み合わせたのに過ぎない。もっとも名前の読みが阪神のニックネームを連想させることから、本人はドラフト会議で阪神から指名を受けた際に、阪神との縁を感じるという喜びのコメントを寄せた。阪神でのチームメートである梅野隆太郎、岩貞雄太。 高山春、坂本聖志郎とは大学時代にも同じ時期に日本代表へ選ばれていた縁で当時から交流があったという。実定の海地は大賀と同じく外野手として海星高校でプレー2年時の夏には1学年先輩の長江京平などとともに第93回全国高等学校野球選手権全国大会へ出場すると 東洋大学附属姫路高校との2回戦で原樹里から安打を放った。現在は三菱重工長崎公式野球部を経て三菱重工イースト公式野球部でプレーを続けている。ありがとうございます。